皆さん、おはようございます。インディアナ・ミラクルボーイ、キングトクです。メジャーリーグ、ヤンキース、かつていた松井秀喜選手。松井秀喜さんと共にいた選手を言います。ヤンキース時代いた選手は確か、デレック・ジーターも強打者です。こういう、ジーデーデフ、こういう感じですね。これですね、はい。あとはもう一人は、打てるキャッチャー、ポーサーだ。ポーサーだキャッチャー、驚きました。もう、トンネルとスポーツは俺は出るも残念ながら不甲斐ない結果に終わってしまいましたね、ポサダ選手。当時、デレック・ジーターを予定したが結局、広沢克実さんとなってしまったね、あの時は。タカさんのチームは確か松中信彦さんと里崎智也さん、提供でも何でも関係ない方々。ただ、ゴルゴ松本さんはこの時は競馬中継でいなかったそうでございました。デレック・ジーターさんとポサダさん、本当に盟友です。巨人の盟友はやはり高橋由伸さんとか、元木大輔さん。あとは西俊久さん、新岡智博さん、あとはまあ、清原和博さんと江藤さん、あとはピッチャーでは工藤公康さん、上原浩二さんなども松井秀喜さん時代にいた選手いろいろですね。というわけで以上です。バイバイ。